かぐや、入っていいか？いいもの持ってきたよ。いいもの？どうぞ。お邪魔するね。おお、相変わらず微妙な散らかり具合の部屋だな。喧嘩を売りに来たんですか？いいものを持ってきたと聞いたんですけど。ごめんごめん、実はこれを君に渡したくてさ。これは？かぐやちゃんの5つの宝物の残り4つ、これでいいんだよね？これで5つ全部揃ったね。かぐや？あ、かぐやちゃんが倒れた！大丈夫か？あまりにも驚いてしまって。だってまさか本当に？これは確かにわらわの。言葉にならないみたいだね。これほど驚かれるのは予想外だったな。つい興奮してしまいました。本当にありがとうございます。まあこれくらい仲間なんだから当然だよ。確かにこれを全て揃えるのは結構大変だったけど、君に喜んでほしくてね。あ、でも貸しってことだからね。おつーちゃん、おつーちゃん。何ですか、姫？多分かぐやちゃん、もう聞いてないと思う。ああ、大事な大事な5つの宝物。やっとわらわの元に戻ってきた。まあ喜んでくれたならいいけど。かぐやちゃんってこんなに無邪気な顔で笑うんだね。こんな表情初めて見た。そうですね、本当喜んでくれてよかった。ありがとうございます。どういたしまして。宝物が手元に戻ってよかったな。はい。でもそれだけじゃなくて、二人がこの宝物を頑張って集めてくれたことが同じくらい嬉しいんです。宝物が戻ったからだけではなく、なんだか不思議と心が満たされた感じがします。そう言ってもらえると僕たちの苦労も報われるよ。よかったですね、姫。それだと嬉しいな。すげえ。お前はさっきのナイトメア！みんな、こっちだよ！ナイトメアを見つけた！グル、な、ご、あ、この、逃げるな！ずー。
おはよう、ジャック。うん、ちょうどいい時間だ。ありがとう。どう？エナジー、マジで。じゃあ着替えるから、ちょっと向こうを向いててくれ、ジャック。ギギ、ごめん。ジャックなら別にいいって気もするけどね。やっぱり晒しはきついな。こんなもの誰か欲しい人に分けてあげたいよ。一度言ってくれるか、マモル。黎明の博士の遺体が見つかったんだ。何をおっしゃるんですか、マモルさん。さすがに冗談ですよね。そうですよ。それにマモルさんは博士の顔をご存じないでしょ。申し訳ないわ。僕がしっかり確認した。黎明から無事な資料を発掘したくて、マモルに頼んだ発掘隊を結成したんだ。その際に博士を発見した。博士も亡くなってたのね。ではこれで黎明の人たちは皆さん亡くなって。黎明にいた五木が言うんだから間違いないんだろうね。いろいろなことが起こりすぎて頭がついていけないですけど、でも私が黎明を飛び出したことはもう謝れないんですよね。シンデレラさん、私が黎明に残っていれば。君が黎明に残っていたら博士だけじゃなく君も死んでいただろう。それくらいあのナイトメアは強い。だから博士はきっと君が外に飛び出しててよかったってそう思ってるはずだよ。そうなのかしら。景色少女がいなければ何もかも成り立たないんだから。きっとそうよ。それで博士はどのあたりに。僕たちは少しずつ破壊された黎明内部の瓦礫を撤去していた。それでここに来てようやく奥に入ることができたんだ。博士は隠れることを選択したんだろう。かなり奥の倉庫に見つかった。隠れた場所が逆にまずかった。大きなモニターや機材の下敷きになっちまってたんだ。せっかく隠れられたのに。あの建物の破壊っぷりは尋常じゃなかったからな。どこに逃げても結果は変わらなかったかもしれぬな。博士というのは景色少女などの有能な研究者だったのよね。だとするとその知識が失われたことは本当にもったいないわね。ブラッドスケルター科まで知っていた博士だ。それ以外のことだってもっと知ってたはずなんだ。例えばスナークが何者なのか、あるいはコアと監獄島の関係性とか。確かにそれらは知っておきたいところだな。不幸中の幸いというと言葉は悪いが、博士の遺体とともに多くの資料が発掘できた。だから博士の持っていた知識は僕がそれをもとに解明していくよ。意思を受け継ぐというのは大行かもしれないけどね。いいえ、そんなことありません。どうか博士の分まで
お願いします。博士の研究資料を理解できるのはもう五月しかいない。どうかよろしく頼むよ。でも博士が亡くなったって知ったらきっとお姉ちゃん悲しむね。そうですね。赤ずきんさんは博士のことを特に慕っていましたからね。でも何にせよ赤ずきんのやつ早く見つけてあげないとな。僕は元気だよ。姫のことは守れているし、脱獄の時も近づいてきているからね。ジャック、僕は絶対にみんなで脱獄を成功させるから。絶対。まだ集合時間には早いけど、いつきはもういるだろうから、少し話でも。シンデレラ、こっちこっち。ラップ、ちょっと待ってくださいまし。鬼ごっこ。負けませんわ。捕まったら罰ゲームでしてよ。プーにプニプニプニープニプニ、くすぐったい。ラプンツェルもお返しのプニ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 ー。ラップずるいですわ。二人とも、何か妖怪、シンデレラ。ええ、おつうにお願いしたいことがあるんですの。私もおつうたちの探索パーティーに入れて。急にどうしたんだ。ここに来てまだそう時間も経ってないんだ。まだまだ戸惑うこともあるだろう。無理をすることは。おつうの言う通り、本当はまだ現実は怖くて不安だらけで、ずっとベッドの中にいたい気分でしたわ。でもラプに一緒に留守番しようって言ったら、首を横に振って言うんですの。ラプンツェルはみんながとっても大好きだから、力になりたい、留守番しなーいって。おお、シンデレラがラプンツェルっぽい。それで、こんな年下の子が頑張ってるのに、私はいつまでグズグズしてるんだろう。そう思ったんですの。だからもう落ち込むのは一旦やめにしたんですわ。シンデレラは強いね。それに留守番ばかりだときっと逆に落ち込んでしまう気がしますわ。だからどうか私を一緒に連れてってほしいんですの。わかったよ。でも一つだけ約束してくれ。僕たちはシンデレラの調子が悪くても決して邪魔に扱うようなことはしない。だからきつかったり無理そうだと思ったら必ず僕たちに相談してほしいんだ。わかりましたわ。もう一人で悩みを抱えたりしない。ちゃんと相談しますわ。よし、それならパーティーに入れるように僕からみんなに言ってみるよ。ありがとうですわ、おつ。貸しだからね。出たー、おつの合言葉。なんだ
よ、その合言葉って。んとね、おつーはよく言ってるの。変わってませんわね、おつー。昔からそうでしたわよ。私もかなりの貸しをもらってて、取り立てが怖かったくらいですもの。無理やり取り立てとか、そんなひどいことしてないよ、僕。冗談ですわ。いつでもおつーは優しかったですわよ。もう、からかうなっての。さ、行くぞ、二人とも。というわけで、シンデレラを一緒に連れて行きたいんだけど、どうかな。我はいいと思うぞ。そやつは芯が強いしな。おつーちゃんの言う通り、ちゃんと無理だと思ったら報告してくれるなら。そうですね、それなら白雪も賛成です。ま、目の届くところにいた方が逆に安心かもしれないしね。一緒にいた方が親指ちゃんも嬉しいもんね。そんなことないわよ。私も別に反対はしないけど、報告を怠ったらその限りではないと言っておくわね。グレちゃん厳しい。まあ通常運転ってとこだけど。大丈夫ですよ、シンデレラさん、一緒に行きましょう。ありがとうですわ、みんな。よし、じゃあ次はどこに行くんだっけ。元繁華街エリアの奥、元駅構内エリア。そこはまだ探索してなかったはずだよな。そうだね、そこはまだだ。じゃあみんな、準備ができたら出発だ。これが博士の研究資料か。あら、ツー。うわ、グレーテル。私が来ただけでそんなに驚くなんて、不可解な反応ね。ごめん、ちょっと集中していたもので。あなたが博士の研究資料を読むなんて珍しいこともあったものね。それほど集中するなんて、一体どんな興味深いことが書いてあったのかしら。いや、この内容は僕にはさっぱりだよ。ただちょっと気になることがあって調べたいと思ってたんだ。前にシンデレラが言っていた景色少女は最低7人必要って話、あれはなんで7人だったのかなって。それで博士の研究資料を読んでみたんだけど、僕には難しすぎたみたいだ。なぜ7人かね。多分私はその理由を知っているわ。え、本当に？多分よ。博士から直接聞いたわけではないし、当の本人も死んでしまっているから確認のしようもないわ。推論の域を出ないけど、ある程度論理的な仮説なら話せるわよ。それでもいい、教えてくれないか。研究資料のこの部分を見て。いい？いずれ進行しなければならない独房エリアは7つと記載されているわ。このことから得られる結論は一つ。もうわかるんじゃない？必要な景色少女と独房エリアの数が同じということは。この分なら私たちは戦わずに済むかしらね。つまり一つの独房エリアにつき景色少女一人を犠牲にするという計算か。
あくまでも私の推論だけど、でも博士も景色少女を単なる使い捨ての駒と考えていたわけではなさそうよ。ここにブラッド・スケルターに関する記述があるわ。本当だ。ブラッド・スケルター化のリスクを考慮すると、景色少女に過度のストレスを与えるべきではない。研究時以外は可能な限り彼女たちの意思を尊重する方針を取るとも書いてあるわ。モルモットのように扱われなくてよかったわね。だから僕たちは自由が与えられて待遇も良かったわけか。グレーテル、頼みがある。この話は姫には黙っていてくれないか。そうね、甘いもので手を打ってもいいわよ。ただじゃダメなんだ。私には人魚姫に黙っていなければならない理由がないもの。ウィンウィンでいきましょう。これウィンウィンか。文句があるなら交渉決裂だけど。わかったよ、甘いものだね。申し訳ございませんですわ。こら、喧嘩か？何があったの？それが、その、私がラプを怒らせてしまったのですわ。シンデレラ、ひどいんだよ！ラプンツェルの髪、切れって言うの！でも、その方が可愛いと思って。そんなの知らない！ラプンツェルの髪、大事！ひどいひどいひどい！シンデレラのバカ！ラプンツェル、そこまで言うことないだろ。ふんと。待って、シンデレラ！ああ、言っちゃった。ラプンツェル、シンデレラは謝ってたじゃないか。それなのに。なんでこっちまで泣きそうになってるんだ。シンデレラ、ラプンツェルのこと嫌いになっちゃったよね。ラプ、シンデレラも悪気があったわけじゃないのよ。それはわかる？あの子の言い方も良くなかったかもしれないけど、あんたも言い過ぎよ。それもわかるわね。ラプ、そんなに髪切るの嫌なんだ。嫌だ。髪切るって考えたらすごく嫌で、頭の中うわーってなっちゃって。シンデレラ、ラプンツェルのこと分かってくれてると思ってた。それなのにって思ったら、気を許していた分、余計に傷ついたってことか。髪切りたくないもん。髪切るくらいならシンデレラと仲良くしなくてもいいもん。ねえラプ、シンデレラはあんたが好きだから自分がいいと思うことをアドバイスしてくれただけなの。別に髪は切らなくていいのよ。本当はあんたも言い過ぎたって分かってるんでしょ。シンデレラと仲直りしたいと思っているんじゃない？でも髪を切りたくないのも仲直りしたいのも素直な気持ちなら、シンデレラともう一度きちんと話してみなさい。許してくれるかな。きっと大丈夫よ。それにね、小さい頃は失敗していいのよ。みんな失敗したり間違えたりしながら大きくなるの。そこで大事なのは、次は同じ失敗をしないことよ。そうすれば失敗された方の人も嬉しいはずよ。ラプンツェルの成長を手伝えたことになるんだから。同じ失敗をしない。ラ
プンツェルの失敗は素直に話せなかったこと。わかった、今度シンデレラに会ったらちゃんとお話しする。えらい、頑張るのよ。うん、親指ありがとう。やれやれ、世話が焼けるわね。今回は君に任せっきりになっちゃったな。親指、君ってすごいんだな。何を急に。いや、やっぱり君はお姉ちゃんなんだなと思ったんだ。ちょっと尊敬した。ちょっとは避けよう。と言って申し訳ありませんでした。違うよ。え、悪かったのはラプンツェルなの。シンデレラ悪くないよ。ラプ、髪切るのが嫌で、すごく嫌で、頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃった。でもそれはラプンツェルのせいだよ。ラプンツェルの髪のことシンデレラは分かってくれてるって勝手に思ってた。でも違ったんだって思ったらすごく悲しくて怒っちゃって、それでついあんなこと言っちゃって。ラプは悪くありませんわ。私もラプが大事にしている髪のことなのに無神経なことを言ってしまいましたわ。あのね、どうでもいい人に言われたらあんなに怒らなかったと思う。でもシンデレラのことは好きだから。ラプは私を信じていたのに裏切られたと思ったから怒ってしまったのですわね。そうなのかな。でもそうかも。シンデレラごめんなさい。ラプンツェルのこと怒ってる？もう嫌いになった？いいえ、まさか。ラプのことは大好きですわ。本当？これからもラプンツェルと仲良くしてくれる？もちろんですわ。わーい、よかった。そうですわ。仲直りの印にラプの髪を可愛く結わせていただけません？可愛くなるの？はい、ラプの髪は長いのでアレンジのしがいがありますわ。私の部屋へ参りましょう。はーい。それにしても変な体勢でずっと隠れてたから体中が固まっちゃったな。いたた。腰が。こんなみっともないところ姫には見せられないや。あれ、急に立ち止まってどうしたの？コツーちゃん。いや、あそこに白雪とかぐやが何か深刻な話をしている雰囲気なもので、ちょっと隠れて見てみよう。かぐやさんはいつもバンブー1号に乗っているのに、どうしてそんなに痩せているんですか？はい、白雪はそのぽっちゃり系じゃないですか。でもかぐやさんはとってもスリムですよね。あまり動いていないのにどうやってその体型を維持しているのか教えてほしいんです。動いてないなんてことはありませんよ。いつもちゃんと働いてますからね。本当のことを教えてください。でも困りましたね。特にダイエットのようなことはしてませんし、
本当のことと言われても。ダイエットはしていない。食事制限は、運動は、何もしていないんですか？だって面倒。いえ、その必要を感じたことはないので、してませんね。何もしていない。白雪姫さん、体質ということなんですか？じゃあ白雪は絶望的じゃないですか？落ち着いてください。白雪姫さんは別に太ってないと思いますけど。休めは許してください。ああ、どうしましょう。泣かないでください。ラプンツェルさん？かぐや、白雪泣かせた。ラプンツェル見ちゃった。違うんです、これにはわけが。かぐや悪いんだ、白雪泣いてる。泣かないでください。わらわはどうすれば。そうです、多分人魚姫さんがスリムの秘訣を知ってると思いますよ。え、私？姫、静かにしてないと見つかる。あ、おつーと人魚だ。あ、ちょうどいいところに。見つかった。人魚ちゃん、スリムの秘訣を教えてください。私そんなの知らないよ。姫、面倒に巻き込まれる前に逃げましょう。ごめんね白雪ちゃん。あ、追ってこないみたいだな。光さんもスリムですよね。どうやったらその体型を維持できるんですか？ターゲットを見つけたみたい。光には悪いけど、今のうちに逃げよう。それが良さそうだね。はあ、よし、これで綺麗になりました。あら、あなた今眼鏡を拭いていたわよね。え、そうですけど。外したメガネをちらりと見たけど、それ、度が入っていないようね。まあ…ひょっとして、そのメガネには何か秘密があるんじゃない？うん。別に口外するつもりはないわ。ただ、伊達メガネをかける理由に興味が湧いただけよ。わらわの秘密を知りたいと？ええ。これに興味を持つなんて、目のつけどころが違いますね。これはズバリ、仕事してる風七つ道具の一つ、通称、働く女の知性です。仕事してる風七つ道具、何やら面白そうね。仕事してる風七つ道具とは、その名の通り、仕事をしている風を装うためのアイテムです。これがあれば、働いていないのに、なんとなく働き者と思わせることができるんですよ。働いていないのに働き者と思わせる。すごいわ。凡人の発想ではないわね。七つ道具ということは、他にもあるのかしら。あなたがまさかそんな秘密道具を持っていたなんて。物の価値がわかる人ですね。あなたには特別に七つ道具の一部を紹介してあげます。まずこの伊達メガネ、通称働く女の知性は、レンズに細工がしてあって、光を無駄に反射しやすくなってます。目元が隠れることで
何もしてなくても仕事してる雰囲気が出るんですよ。なるほど、斬新なアイデアだわ。しかもメガネをかけているだけで頭が良さそうに見えて発言に説得力が出るので話し合いの時にはもってこいなんです。確かに人は外見でその人間を判断しがちだわ。それを逆手に取った作戦ということね。次にヘロヘロの手帳と赤ペンです。メモ帳を1ページずつくしゃくしゃにした一品なんですよ。これはどうやって使うものなの？これを持っているだけで真面目にメモを取っている雰囲気を醸し出せるんですよ。ページがヘロヘロだとたくさんメモしてある感じに見えますし、ペンも赤色だと印象に残りやすいんです。確かに勤勉な人間は成果を出していなくても好感を持たれやすいものだわ。実際に勤勉であることより勤勉に見えることに重点を置くなんて、その発想は画期的だわ。他にもこの霧吹きで汗を演出したりとか。独創的なアイデアね。グレーテルさんは目の付けどころがいいですね。あなたこそ興味深い発想の持ち主だわ。どこの席に座ろうかな。こんなに空いてると逆に迷うな。あ、ねえおつーちゃん、あっちの席でシンデレラさんが食事してるよ。もぐもぐ、賑やかな食事も楽しいですけど、たまには一人でゆっくり食事するのもいいものですわね。あ、お水がなくなってしまいましたわ。ちょっともらってきましょう。おかずは後に取っておいてっと。あれ、誰もいないのにおかずが残ってる。美味しそうなのにもったいないな。残してあるんだからきっともういらないんだよね。ラプンツェルが食べてあげよっと。パク。おいしい。あら、ラプも来ていたんですの。うん、誰かいないかなって思ったの。ねえねえ、遊ぼう。いいですわよ。あ、でもこれを食べ終わってか。あら、どうしたの。おかしいですわね。残しておいたおかずがなくなっていますわ。最後に食べようと思ってましたのに。え、ラプ、何か心当たりはありません？どうかしましたの？知らない。ラプンツェルが食べたのはもういらないおかずだったから。そのなるほど、わかりましたわ。ということは私のおかずは消えてしまったということになりますわね。不思議ですわね。本当に知りませんの？もしも嘘をついたらハリセンも飲ませちゃいますわよ。ハリセンボン。シンデレラ、脅かすのはそれくらいにしてあげなって。私たち一部始終見てたけど、ラプちゃんに悪気はなかったの。ラプンツェル、自分が食べたおかずはシンデレラが残しておいたものだってもう気づいてるんだろ。ごめんなさい、ラプンツェル食べちゃった。もういらないやつだと思って。仕方ありませんわね。ここに残していった私も悪かったですし。あ、ちゃんと認めて謝ってくれたんですから、それでいいですわ。あのハリー専門いけない。ハリ千本というのはただの例えですわ。飲まなくていいですわよ。
騒がらせてしまったみたいですわね。ごめんなさい、ラプ。ううん、大丈夫。でも、なんでハリセンボンなんだろう。おつ、知ってる？なんて言えばいいのかな。それはね、相手も自分も針を千本飲むような辛い気持ちになるから嘘ついちゃダメだよってことなんだよ。あ、さすが姫、わかりやすい説明だな。辛い気持ちか。じゃあもう嘘をつかないって約束ですわよ。もしも万が一約束を破ったら、その時は、その時は私もラプと一緒にハリセンボン飲んであげますわ。え、だからもう嘘はダメですわよ。わかった。シンデレラにハリセンボン飲ませたりしない。ラプンツェル、嘘つかないよ。お願いしますわね。ラプンツェル、ため息をつくなんて珍しいな。ちょっと元気なさそうだね。どうしたんだろう。おつ、人魚。ため息なんかついて何かあったのか。悩み事なら相談に乗るよ。あ、もしかして体調が悪いんじゃないか。救護室に行くか。ひょっとしてお腹が空いてるとか。お腹すくと元気出なくなっちゃうもんね。二人ともありがとう。でも大丈夫だよ。心なしか大人びた雰囲気だな。ますますいつものラプちゃんと違う。ラプンツェル、いつもと同じだよ。ちょっと考え事してただけ。気持ちのこと考えてたの。気持ち？気持ちって不思議なんだよ。自分の気持ちでも空の雲みたいに形を変えて変わっていくの。なんだか哲学的。それでね、みんな別々の素直な気持ちを持ってるんだよ。だからちゃんと分かり合えない時もあるの。でもどれか一つしか選べないなんてことはないんだよね。ラプンツェル、みんながみんなのことを大事に思えばいいんだよね。幸せになるには頑張って話し合うのが大事なんだよね。そうだね。そうすればきっと誰も喧嘩しなくて済むよね。君は大人みたいだな、ラプンツェル。本当？きっといろんな人と話していろんなことを考えたから成長したんだな。じゃあもっとたくさんお話しすれば大人になれる？うん。そしたら子供作れるね。うん。え？子供、大人になったら作れるんだよね。ラプンツェル、もっとお話しして大人になる。大人になって子供作る。その場合の大人の意味は精神的なものじゃないんだけどな。ちょっと分かってなさそう。やっぱりラプちゃんが大人になるのはもうちょっと先かもね。ララララララ。こんなところで何してるんだ。うわあ、おつ、びっくり。
ちもびっくりしたよ。そんなに驚くなんて思わなかった。え、ラプちゃんにシンデレラさんにネムちゃん、どうしてここに。わー、歌うのやめちゃった。もっと。そうですわ、もっと聞きたかったですわ。あ、君たちは姫の歌を聴きに来てたってことか。ならどうしてコソコソしてたんだ。だって人魚恥ずかしがり屋だもん。前は逃げられてしまいましたものね。逃げた。以前も人魚姫の歌声に惹かれて、もっとよく聞きたくて近くまで行ったことがありましたの。でもその時は私たちの前で歌うことを恥ずかしがって逃げてしまったのですわ。そんなことがあったんだ。だってあんまりみんなに注目されると緊張するし恥ずかしいし。だから隠れて聞いていたんですわ。こっそり。人魚の歌すっごく上手だよ。なんで恥ずかしいの？だって私音痴だし。音痴だなんてとんでもない。姫の歌声は他の誰よりも素晴らしいよ。おつーちゃん、でも姫は自分の歌に自信を持っていいよ。僕は姫の歌声をもっとたくさんの人に聞いてもらいたいな。それはいいですわね。たくさんの人に褒められれば人魚姫も自信を持てるようになると思いますわ。でも人魚の歌好き。聞いてると幸せな気持ちになる。好き。人魚姫の歌はもっと多くの人に聞いてもらうべきレベルですわ。みんなもこう言ってるし、僕も姫の歌が大好きだな。どう？みんなの前で堂々と歌ってみたら？あ、うん。いやー、やっぱり無理。そんなに褒めないで恥ずかしい。姫？え？逃げ出しちゃうほど恥ずかしかったのか？また逃げられちゃった。なると本当にシャイですわね。まさかここまで恥ずかしがるなんて。姫の奥ゆかしさを甘く見てたな。歌、姫の歌はまた次の機会にね。誰？親指、僕だよ。ちょっと話があるんだけど、いいかな？おつう？いいわ、入って。いや、親指、いきなり押しかけてすまない。別に構わないわよ。それで、話って何かしら？この間、君から聞けなかった太陽教団へ行った後のこと。心の整理がついたら話してくれるって、そう言っていたよね。ええ。こうやって僕の方から尋ねるのはスマートじゃないとは思ったんだけどね。でも聞かせてほしいんだ、君のこと。ダメかな。しょうがないわ。話してあげるわよ。親指、ありがとう。別にあんたのこと信用してるからとかそういう理由じゃないんだからね。黎明のことはともかく、今は一緒に戦う仲間なわけで。だからそう、私なりの誠意ってやつよ。今はそれでもいいよ。
ゆっくり見極めてくれればいい。とはいえ、どこから話せばいいかしらね。そう、きっかけはいつかの地位、千秋が殺されたことよ。いつかを失った教団は大混乱に陥ったわ。中にはミチルの存在を否定して命を狙おうとする者たちも現れた。それでもミチルはあんなんだからちっとも気にしてなくて、私心配で。だって放っておけるわけないじゃない。ミチルは家族同然なんだから。だったら博士や黎明のみんなに相談すれば。したわよ。私博士に相談したの。そしたらなんて言われたと思う？もう教団に関わらない方がいいって、そう言われたのよ。そんなことできるわけないじゃない。あそこは私たちが育った場所なのよ。関わるなって、育った場所を捨てろってことじゃない。それで黎明を離れたの。一番の理由はね、チーを殺した犯人がシンデレラだって思ったからよ。あんなに信頼していたシンデレラに教団がめちゃくちゃにされたと思ったの。信じてたもの全部に裏切られた気分だったわ。黎明にはいられないと思った。だから妹たちを連れて教団に戻ったのよ。そうだったのか。教団に戻ってからも大変だったわ。ミチルったらいきなり私たちを次のヒツカに指名するんだもの。柄じゃないのは分かってたけどね。教団の混乱を収めるためにも私たちがやるしかなかったのよ。本当に大変だったわ。人前では常にヒツカらしく振る舞わなくちゃいけないし、危機感が足りないミチルたちの世話もしなくちゃいけないし。ああ、それは大変そう。ここぞとばかりにミチルから教祖の座を奪おうとする奴らとか、私たち姉妹が気に入らないからって嫌がらせしてくる奴もいたりして、そういう不埒な連中には教団の中にある黎明への反感をこううまいこと誘導して、なかなか苦労してきたみたいだね。褒められたやり方じゃないってことは私もよくわかってる。でもそうするしかなかったのよ。そんな顔をしないで。親指は必死にみんなを守ろうとしたんだ。恥じいることはないさ。それに黎明はもうないんだ。今さら詫びる相手もいない。つまりはリセットってことだよ。ありがとう。礼には及ばないさ。ここだよな、シンデレラの部屋って。それじゃノックを。なんでですの？どうしたんだ？シンデレラ入るぞ。おつう、シンデレラ、今すごい声が聞こえたけど。って、姫、姫も来ていたんですね。うん、ちょっとシンデレラさんのことが気になっちゃって。ところでシンデレラ、さっき何か叫んでなかったか？別に何も言ってませんわ。なんでですのって聞こえたけど。ちゃんと聞こえてたんじゃありませんの？
少し悔しかっただけですわ。人魚姫があまりにも優しくて、まるでお姉さんみたいで、いつの間にかみんな大きくなってるんですもの。昔は私の方が年上だったのにって思ったら複雑で、そうだよ、欠点ばっかり数え上げてたら私だって落ち込んじゃうもん。叫んでなかったか？別に何も言ってませんわ。なんでですのって聞こえたけど。ちゃんと聞こえてたんじゃありませんの。少し悔しかっただけですわ。人魚姫があまりにも優しくて、まるでお姉さんみたいで、いつの間にかみんな大きくなってるんですもの。昔は私の方が年上だったのにって思ったら複雑。まあそれはそうだろうな。だいたい人魚姫が絶妙なタイミングで来るのがいけないんですわ。え？ちょうど私が戸惑って不安になっている時に会いに来て優しくしてくれるんですもの。なんだか子供扱いされたようで、ますます複雑な気分ですわ。ごめんね。それで嘆いていたわけか。それで嘆いていたわけか。こんなことでわめいていてはますます子供みたいなのは分かっていますわ。全然お姉さんらしくないですわね。だけどさ、そもそもシンデレラって元からそんなにお姉さんっぽくなかったよな。赤ずきんはお姉さんって感じだったけど、シンデレラはあんまり年上って感じじゃなかったっていうか。ちょっとおつーちゃん。でもまあシンデレラはシンデレラだよ。気にすることないんじゃないかな。安っぽい慰めなんていりませんわ。どうせ、いや、そんなことは。確かに私は昔から訓練も上手にできなかったし、武器の扱いも下手でしたわ。でも運動神経は良かったよね。素手での接近戦だって誰より強かったし、シンデレラさんはすごいと思うな。たまたま調子がいい時があったというだけですわ。むしろすぐ焦ってミスしてしまうことの方が多くて。失敗くらい誰にでもあるでしょ。そんなのよりできたことを数える方が楽しいよ。シンデレラは自分を過小評価するところがあるよな。欠点を大げさに受け止めちゃうというか。過小評価？うん、昔はわからなかったけど、大人になった今ならわかる。シンデレラはもっと自分を評価すべきだ。そうだよ、欠点ばっかり数え上げてたら私だって落ち込んじゃうもん。それ
は確かに。だけど私はお姉さんのはずなのに、こんな私じゃ。まだそんなこと言ってるのか。お姉さんとか年上とか年下とかそんなの関係ないだろ。僕たちは黎明の大事な家族じゃないか。家族？私が？うん、大事な家族だよ。また一緒にいられるようになってすごく嬉しいな。本当に？もちろん。そうですか。あはははそこまで言うのなら仕方ありませんわね。お姉さん問題はひとまず気にしないであげますわ。家族か。そうでしたわね。私たちは家族でしたわね。